家えマジでやばい,いや家ってもう家燃えてないけどだ電気代やばくない ?6 時間7時間ぐらいえ電気代やばい えマジ電気代やばくないえ電気代やばくないえでもほんとにやばくないでもヒーターに比べたら安いいやわかんない私あんまり相場がわかんないやばい,いや物めっちゃやばい切ったけど切,切ったっていうかう私ほんと気づつかない、ね、ちょっとやばそうだよねやばいっていうかもほんとにやばいと思うもう一緒アイロン使わん え、本当にやばい。あ、火事になったら、本当にやばかった。やばい。え、本当にやばい。本当にやばい。 もう大反省しておこうい怒ってうかもう絶対もうやばいほんとにもうアイロンかけませんもうアイロンかけないやめます火事にならなくてよかったですとりあえずは、はい、いやもうこの部屋から出たくないですねなーやばいほんとにやばい やってしまった感じがすごいもう本当にごめんなさいということで「アップアップガールズ」確認期の梶島ゆです <laughs> どうもお元気ですかえー、本日イベント最終日となっておりますイベント最終日イベント最終日えー、こちらは17時45分までそして 次は。十八時からか。もうなんかすごいパツパツのスケジュールになってはいるんですけど。ええ、皆さん。見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。本当。 いやー <laughs> はい本日はえー、ジムに行ってきたり撮影をしていたりいろいろやってたんですけどもうとにかくずっとえアイロン6時間なら110円頼むそれぐらいで収まってくれ頼む頼む,頼む でもそうそうう、ってか今日はね、あの、配信ということで、配信,配信のショーールム最終日ということで、もう私ずっと、結構ずっとそのことを考えていました。うむ。いや、100でも電気代としてはでかい、いいや、まだ自分が払えるからよかった。Hello!From Indonesia!O!I、oh, live in ジャパン。thank you。ね、かゆい。I'm 目かゆい。はい。ありがとう。リービン、リーブイ、リーブイ、リーブイイン。このため、さん、誰もありがとうございます。 一問弟子くん、お、欲しいいただきました。ありがとう。いくらぐらいだと思って、一万円くらいだと思ってました。北島チ千秋入っていただきました。ありがとう。フィンレイさん、欲しいいただきました。ありがとうございます。いや、電気代っていう相場が全然分かってないね。まあ、一万円は嘘、ごめん。一万円は嘘だけど、まあ、千円くらいいくかなと思った。二千円、千円、二千円くらい。やばいなって思ってました。

人,に人の命に関わる物事に他のことを人の,いのん人の命に関わる物事に他のことを考えない人の命に関わる物事に他のことを考えない大事なものをなくすよ人の命に関わる物事に他のことを忘れないん他のことを考えないか電気代を払いますわかりました確かにね あったまった一回切れるやんって消えてくれたらいいなどうだったんだろういやもう完全になんかこうやって私がどんどんやらかしていくのがもう本当に辛いんですやってしまったって思ってますすいませんでしたっていうことを親に伝えたいと思いますはいいやもうやってしまったそうですね今月の電気代は家事持ちです もうう完全にそうですやっってしまったよなんかこういうちっちゃいことから私は大きいことに発展していくんですよだからもう本当にめたらまたつにそうなんだよねそうだからちょっと本当に気をつけて危ないからね私ヘアアイロンとかもね切り忘れちゃいそうになると結構あるからもう本当に気をつけないといけないやりっぱなしが多くて本当にいいでした いやエンとかの問題じゃないんだよね、マジでちょっと今で配信始める直前に怒られてあやばいって思いながら配信始めたからもうそのことで頭がいっぱいで、ね、でもなんか小さい頃お留守番してる時ににチで遊ぼうとしてめっちゃ上に怒られたからきっと平気さってそれは危ない危ないちょっと本当にね 危ないことできるだけできるだけもう避けていかないと私21歳になってまた危ないやばいって私の電気代は月5500円くらいあら意外と高めですかねこれはいやちょっと一回お金の話はやめましょうごめんなさい普通に焦ってたんですけど私怖いすいません めっちこれい,いやね本当に多いですそうそう電車の乗り換えの時に待ち合わせのことを考えていると誰かぶつかりそうになってヒヤヒヤそうってえ電車の乗り換えの時に待ち合わせのことで考えているとえそれやばいね前向いて歩かんと結構危ないよねでも結構ぶつかってくる人多いなって思います <laughs> 私、あの歩きスマホができないんですよ。まあ、普通にやっちゃいけないんだけどあの、なんかスマホがピロンってなったら、一回私座るか、端っこに寄らないと携帯見れないタイプなんですよ。パッて、時間も見れないんですよ、こう携帯のパッて。もう私怖くて。だから、そうそうそう。結構、周りの方はさ、結構歩きスマホみたいなが多いじゃないですか。それで私、いつも私が避けてる。 お,うおう <laughs> 私がよく言ってんです結構 <laughs> ね気をつけないとね本当にそうですね「<laughs> 歩きスマホダメな理由歩ける歩けない関係ない」いやそうだねそう歩けないんだけど私はそう。 危ないからさ歩け <laughs> ないからそうそうそうダメだよって言って言われてるしね家事が正しい,いやどうなんだろう正しいって言ってくれ私はすごい目の前をすごい見て歩かないと絶対的に無理なんですよぶつかっちゃうからイヤホンも無理だってあそうなんだ私は買っほかの方もイヤホンにしてますけどそうね50かじありがとうございます 気をつけてほしいなって思うときゃなんて結構ありますねでも家事はやらんけどアイロンも他のこと考えてやったら怪我にもつながるごめんなさいすみませんすみません 伊沢さん <laughs> 猿が徐々に <laughs> …あの猿が徐々に <laughs> …猿が徐々にこう…ポンって出てくるのか <laughs> あ,り<が> <laughs> <れ> <laughs> ありがとう…使われたい…ありがとう伊沢さんありがとうございます <laughs> 使われたい…ついにも料理を気にしながら歩いています闇の組織に狙われているので…だって… <laughs> 確かに… そういうことにしよううちもそういうことにしようかわいいいやうんうんうごういます。猿のサーカスです。ありうとうんうん <laughs> いいうん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 ありがとうございます嬉しいでうとってもん アルビスマホしてるとわざとぶつかってこようとする人がいるってわーおそれはちょっと怖いねでも私ねしょっちゅう電車で絡まれてしまうのどうしようってすごい多いんですよね電車で絡まれてしまうことがそうそうそうそれでね結構ビビってますちょっと電車怖いなって思うことが結構あるよね, <laughs> そうですよね サルありがとうサルもらっていただいありがとう猿のサーカスが繰り広げられましたありがとうございますいや何かね最近あったのは私がこう電車でギターを持ってたんで立ってたんですよ そうでスマホをこうね LINE をね社長社長だったかなマネージャーさんに LINE を返してたらね携帯が嫌だったみたいで携帯の,その光が光で頭痛をが起こるんですってこう言われてしまって「あごめんなさい」って言ったんですけどこうスマホをこう手に持ってたんですよ。 うし <laughs> ててって怒りました <laughs> あそうなんだなんかスマホすごい遠くの方だったの遠くにいられる方だったからそうあの私も気づかなかったんだけどそうとあのドア隣のドアにいた人なんだけどね <laughs> 隣のドアにいた人だったんだけどバーって来て怒られて「あ <laughs> ごめんなさい」みたいな。 でびっくりして私もあでも本当に本当にあのダメなのかなと思ってうちすごいなんか普通に喋りかけちゃったんだけど「大丈夫でしたか?」みたいな <laughs> そしたら「それも嫌だったみたいで <laughs> ごめんなさい」みたいな話しかけてしまったのも「ごめんなさい」みたいな「すいませんでした」ってことがありましただから結構私結構なんか <laughs> ねあの多くてそういうこと <laughs> 皆さんもねあの気をつけてくださいね 本当にはいそう,、ね、そうですねそうちょっとたまにねで私後半で気づいたんですよあこれはあのそう本当に頭が痛くなっちゃうっていうよりかは何かこうこう鬱憤を晴らしたかったなって後々気づいてなるほどってなりました後々っていうか後半になって気づきました <laughs> 猿やっっってなってみかなありがと 猿かわいかったマジで猿、ね、ちょっとつまんでしまったピッピピありがとうあかんやちょっとねたまに私は結構たまに遭遇しますねそうですねまあそうねでも本当に周りの方を気遣ってやっぱ電車に乗らないとなってでも改めて思えましたけどね よいしょルくんありがとうございます。よいしょ。ドッキリ嘘じゃんそれはないですよ。それはない。あゆくん、あネズミをいただきました。ありがとうございます。感謝です。てってちゃんあとありがとうございます。ありがとう。Thank you です。ありがとうね。 いやありがとうございますててちゃんはといただきましたヤンキーに絡まれたことないですよかった <laughs> カジに質問をこさまきっけさんカジと申しますよかったら遊んでいってねありがとうててちゃんありがとうございますキューですありがとう Thank you カツアゲもないですねカツアゲはないな よかったよかったです本当にガンムさんありがとうございますクラッカーいただきましたありがとう Thank you Thank you ようクラッカーパンありがとう請求もなんかクラッカーとかもさ本当皆さんたくさんいただいちゃってもうありがとうございますの一点張り 嬉しいです怖いねかち,ち上げ怖いかち上げ怖いあつげあち上げじゃないけど怖いな校舎裏に呼び出されたことはえー、校舎裏校舎裏がなかったな表も裏も表グラウンド裏 あの小愚口みたいな学校だったんであの校舎裏がなかった <laughs> でも告白現場に遭遇したことある <laughs> 高校の時高校の時に告白現場に遭遇したことがあります <laughs> それは本当に <laughs> はいありました高校1年生の時ですね遭遇したことあります ヤンキーしてかち上げ、え、怖いよ、かち上げ怖いよ。ちょっとみんな怖いわ。よくないよね、本当。フリーザ様、あ、リビングにフリーザ様が置いてあります。歌舞伎町。歌舞伎町。歌舞伎町っていうの、これ。違う、歌舞伎町。歌舞伎揚げか。歌舞伎揚げか、歌舞伎揚げっていうの。あれ、歌舞伎揚げ。 カツアげのやつなるほどねカツあげかウき揚げってことになるほね空気読むよなんでほんとやってしまったの私もめっちゃ最悪かったんですよあのクラちょうどだよあのクラスのあの高1の時にあのそのがクラスのなんだっけ生徒会長じゃなくてな,なんていうの ルーム長みたいな人がいたんですけどそのルーム長が男の子でその男の子に告白してる女の子がいたのうんで私知らなくって教室で教室で教室で真っ暗だったので教室私忘れ物して <laughs> もう最悪だよね。プリントを出すの忘れて一回撮りに帰ったんですよ。で、ガラガラって開けたら、二 <laughs> 人が真ん中で、一定の距離保ってやる、と思って話してたガラガラって開けたら、え、やばいって思って、<laughs> そしたら女の子が、あ、バイバイみたいなこと言う、言ってきて私に、あ、あじゃあバイバイって言ったら、泣きながら、 外にパーッ走ってったんだけど外に女の子が3人いた多分待ってたのとそれ、うん、に気づかないで、うん、ガラガラッて飽きてもんからみ <laughs> 2人ともピガピガですね <laughs> やってしまったやってしまったやってしまったでその告白をされた男の子とはもうめちゃめちゃ気まずくてなんかすいません <laughs> みたいな感じでプリントって行ったことがあるなあ俺はほんと忘れられないな忘れられないよごめんなさいっていう気持ちはあった多分でも多分告白を終わった直後くらいだったと思うんですけどねめっちゃ気まずかったですけどすぐプリント持って。 パーって出ていきましたがすごくもう顔も覚えてるしあのそういうことってあるんだな私はでも人生で一回しかその告白をしているであろう現場に遭遇したことがないです、うん、おおってなってしまいました怖かったいや怖いよ次の日なんか言われるかと思って。 でも何にも言われなかったしもう何も言わなかったし私ももう何事もなかったかのように生活してましたよそうお二人ともあんまりこうすごい仲が良かったわけでもなかったので特にあんまりそこまでお話はしたけどもうクラスの一人っていう感じでしたねその流れで私も好きでしたって言って欲しかったなて <laughs> もう 絶対これはもうネタやんってなるよね <laughs> もう,違うめちゃめちゃいじってるじゃんってすごい嫌な子だよ <laughs> ちょいやっちゃ私今の私だてちょっとやってみたいなって思う時はある思うなって思うけどもう絶対にこうあの場を長和ませようとしてやって滑るタイプの人間かもしれない私いやすね、アップアップフィルム」で再現いやもういいです <laughs> いやマジやっってしまったよねすごい覚えてます高一の文化祭あのだいぶあだな文化祭2ヶ月後ぐらいだったなドッキリだろそれっていやドッキリだったかも私がドッキリかける方あなたのことが好きガラガラガラだっていやもう最悪だよねもう本当は超反省したじゃあ家事が誰かに告白する時に邪魔が入るのかって。 いやいやいやどういやいやだな嫌だしうちいつかしなきゃいけないのいやだな,なんか平凡に生きていきたいな自分はすごい怖いないやそんなもうでもいつか違う形でタイミングって思う日が来るかもしれないですねブーメラン的な感じでそれはもう思いっきり受けて立っていきたいと思いますあっ <laughs> ありがとう。<ination> ありがとうございます。ありがとう。 感謝です。お詳しい <laughs> ネズミいただきました伊藤さんです。ありがとうございます。私猫だったのよしさあ、焼いていただきました。ありがとうございます。すごいもらっちゃった。ありがとうございます。おいちゃん、ありがとう。黒玉さん、欲しいただきました。ありがとうございます。嬉しい限りです。ありがとう。お腹は空いているだよ。お腹は空いているだよ。ありがとう。お時間来てしまうか？ お時間きてしまうかえん、ー、と3位はてってちゃんですおめでとうございます <laughs> そして2位はいざおさんですチキチキチキおめでとうございます <laughs> そして1位は <laughs> じゃんフィルエさんですうン、ん、ツン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 ツんツン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 トンツ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 ンンンン ビヨーンチュンチュンチュンビヨーンチュ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 ンありがとうございますいや本当にありがとうえー皆様の愛をたくさんいただいてしまいましたえーかし、ま、次の配信も、えー、次ね18時から18時40分で少しね長い配信になっていますのでぜひご覧いただけたら嬉しいなと思います多分35分までにすると思うので えー、ちょっと短くなっちゃうんですけどよかったらご覧くださいえー、絶対来てくださいラストスパートになっていますえー、そしてギフトいただきましたおいちゃんドらもいただきましたありがとう最後おはあ,ありがとうございますありがとうねいやもうなんとしても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 このイベント成功できるように頑張りますよろしくお願いしますおいちゃんファイトいただきましたありがとうございます 緊張っていうかもう時々が止まらんどうか10日う,うまくいけど10日う,うまくいけと思っておりますありがとうみんな痛い痛い痛い出発時35分になると思うんですけどちょっと短くなっちゃうけど見てねよろしくお願いしますそれでは 次参加できなくて申し訳ない。いやいや、今参加してくれたって。答えもんね。ありがとう。嬉しいですよ。すごく。ありがとね。それでは。じゃあ,あれあ、ちょっとまだ時間あるかな？大丈夫かな？かゆじゃ、最後に最後にどうしようかな。最後にじゃあさっきギターちょっとやってたんですけど、ピックが割れたっていう話をしたいと思います。

いややっぱできるだけ読みたいですもんやっぱりだじゃできるだけチョンチョンしたいチョン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 チチョンハチョチョン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 ありがとうございますそれではこのピック教えててこのピック私が好きなんだけど最近デザインが変わってこのなんかなんだろうこのインフィニティマークが今はね紋章に変わってて うん、このピックが好きすぎてずっとこのピック使ってますはい、それではお手を拝借せーの以上ですまたお会いしましょうありがとうございますよろしくお願いします